この概要では、Financial Consolidation and Close Cloud を紹介します。メイン画面から次のことが行えます。タスクでは割り当てられたタスクを確認できるほか、オープンタスク、期限を過ぎたタスク、今日または今後期限を迎えるタスク、完了タスクを検索して確認できます。データ分析ではデータの入力と確認が単一フォーム、複合フォーム、アドホックフォームで行えます。仕分けでは仕分けの作成と管理ができます。 レポートではレポートを実行できます。コンソールではジョブの確認とカレンダーの編集が行えます。設定ではプリファレンスを設定できます。アカデミーにはビデオやドキュメントへのダイレクトリンクがあります。ナビゲーターはフォーム、ライフサイクル管理、レポート、ワークフロー用の管理ツールです。管理者にはその期間にオープンされているすべてのタスクが表示されます。 データのロード、仕分けの作成、仕分けの承認、レポートの表示、ウェブフォームからのデータ入力を誰が行っているかを追跡できます。ユーザーには自分のタスクしか表示されません。コンソールからデータをロードできます。アクションからデータのインポートを選択し、ファイルを参照します。任意のソースシステムにあるデータファイルをロードできます。アプリケーションには11の構成済みディメンションと2つのオプションのカスタムディメンションがあります。 システムディメンションにはシステムまたはシードメンバーが用意されています。例えば、勘定科目ディメンション内の FCCS アンダースコアネットインカムは純利益を示すシードメンバーです。システムディメンションには企業固有のメンバーを追加できます。例えば、非継続事業勘定科目はシードメンバーではなく企業の勘定科目表から取ったものです。組み込みの財務インテリジェンスには収益、費用、資産、 負債・資本の環状科目タイプがあります事前にシートされているメンバーは損益計算書、貸借対象表、KPI です。さまざまなシナリオや実績、予算、予測などデータバケットのデータをロードできます。エンティティに移動すると自社の組織構造をロードできます。各エンティティに初期設定の通貨と特定の別名を割り当てることができます。エンティティを会社間取引相手として選択することもできます。移動ディメンションを使用することで、 対,色対象表の勘定科目における変更を相互にリンクできるようになります。計算処理なしで完全なキャッシュフロー計算書も作成されます。キャッシュフローレポートの生成には、階層プロパティと機種残高や通貨換算の調整などのシステム計算を使用します。期間の構造は自由に作成できます。サプリメンタルデータを使用すると、データをインポートしてより高い詳細レベルへアプリケーションを拡張できます。 例えば投資については償還日と支払額を知る必要があるためそのレベルの詳細が得られるようにアプリケーションを拡張できます。データ分析ではフォームを開いてデータを手動で入力できます。集計やレポート通貨への換算を実行するにはシードフォームのデータステータスを使用します。任意の期間や範囲の集計が可能です。レポートでは FR レポート仕分け内部取引レポートを作成できます。 レポートの実行後、2つのエンティティ間の残高不整合、様々な組み合わせの称号対象勘定科目について確認できます。集計の目的で使用する仕分けを作成して管理できます。仕分けに対するアクションを実行できるほか、仕分けを作成して承認のため送信し、承認を受けて転記するまでの完全なワークフローを作成できます。コンソールでは仕分けの完全な監査も行えます。ダッシュボードに移動すると、決算の概要、 コンプライアンス、財務が表示されます。例えば、財務には会社の実績がグラフィカルに示されます。これは、ある期間のキャッシュフロー実績と、月別、市販期別、エンティティ別のトレンド分析です。各エンティティにドリルダウンして、様々な詳細レベルを確認できます。財務レポートを表示したり、スマートビューを使用して、フォームを表示することもできます。データ分析では、特定の通貨を選択して表示できます。 アプリケーションの作成に使用できるアプリケーションウィザードがありますこの概要では Financial Consolidation Close Cloud を紹介しました詳細は cloud.oracle.com を参照してください